かユナイト使ったぞ。てかさ、死ぬ間際に打ったメガホン出なくなったのこれ。マジか。あ、てか息、なんか復活してる。ちょっとマジか。知らないんだけど。ちょっと何これ。なんか勝手に蘇生されて勝手に死んだんだが。ユータ、草。はぁ、なんだこれ。ホームいるせいでなんか、画面見てなきゃいけないのか、死んでも。理不尽すぎるよ、マジで。なんとかやりましたわ。ちょっとマジで異次元ホール選んでほしいわ。トリック何が強いのかマジで分からん。もうなんで行く前からもさ撃ち抜かれて死んでんだよマジで。これ以上無理。あぶね。もう影の避けたけどギリギリだわ今。勝負、おじさん怖いね。あぶねえなマジで。入れさせてくれ。ちょっと上移動しますかね。こっからで。おいいよいいよいいよ、いい感じじゃない。これきついな、歩き苦手だからさ。いいよもうファイアルはどうでもいいか。歩きお前ほんときついからさ。サンダー触る必要ねえからやめて。
俺全員抜けたら勝ちだからで、これもういいよ、全員抜けて。あとダメージ稼ぐか。死ぬ間際に放ったメガホーンがさ、死んだ時にさ、前は全部出てたんだけど、なんかアップデートされてからそれ死んだ瞬間にメガホーンの角がなくなるようになったんだよ。それちょっときつくなったわ。最後もやっぱ死んだ時に剥がれ、まあ、その後ホーンにちょっと強制蘇生させられた時まだ焦ったけど、あ、まあ、まあナーフされてもこんなもんだろ多分。まあ、隊列やっぱ基本ステータスと特性が化け物すぎるからな、排水の陣ナフしたところでそんな変わらないよ。いやでもちょっと頬にさ強制的に蘇生させられるのきついわ。正午、うちもブラのサイズ合わなくなってきつい。てか連撃ひどかったなマジで。え、いけると思うよ全然。ユウタ、メガホーンまだいけるんか。まあ、中央がカスでも隊列出せば何とかなるからマジで。で軽石でとにかく上下動き回って、逆に中央勢はかなり上手かったと思う。これ日本人がやばかった。もう隊列じゃなかったらこれジュナイパーとアロキュンとこう直接刺しに行けないからさ、あのまま集団戦負けてたと思うわ。うん、相手の私らがのポジションもゴミだから何とかあったが、これ普通に他のキャラだといやマジで無理だったと思う。とにかく連盟がさ、なんか強化されてもさ、あの、最盛期ほどは絶対強くないし、あ、俺、絶対今だから、前よりも前以上に地獄好きの方が強いと思う。マジで。連盟さ、ほら、強化されて、あの、攻撃が繋がるようにまたなったけど、一発一発がやっぱこの間のナーフがきつすぎてさ、全然火力出ないもん。でしかもさ、あれ近接それだと本当かなり勝ってないと厳しいから、いやソロラだとやっぱだからあれだよな、真ん中入れるタイプのなんか化け物みたいなステータスの命令出すリザードンとか、うん、だとさどこ入ってもあれだけど、とにかく今だと本当きついと思うわ。あのキャラだとオーロットのバグ治ったしな。うん、今日カルピスウォーター飲みました。次の試合行くか。黒だらき、今日あれね、あれ、なんだっけ、バグっての治ったけど、前から全然使ってないから。正午、お詰めしのカルピスください。